こんばんは、メイダチャンネルのあやのです。今回今1月3日の夜8時なんですけど、夜中の3時ってことは、まあ、4日におばあちゃんから出てお家に帰るんですけど、その前にカバンの中身をご紹介していきたいと思います。はい。でこれは私あんまカバンとかまあ好きとか嫌いとかもなくて、お母さんがこれ買ってきてくれたんですけど、普通に可愛いし結構入るんですけど、ダイソーで購入したらしく普通に愛用しちゃってます。他にも使ってるものとかあるし、私は主にリュックを使うこと多いんですけど、洋服とか入れるようにはリュックを持ってってて、もう一個リュックあってもねかさばっちゃうだけなのでってことでこれにしたんですけど、結構入りますってことでご紹介していきます。はい、これはねテープなんですよ、こんな感じで。はい、まずこれ目隠しです。夜に出発してきて夜に帰るって感じで、車の中で寝れるようにってことでこれと、はい、音楽聴いて寝てます。でもさっき寝ちゃってたので多分帰りは寝られない。いやだ暇だ。はい、で次財布です。はい、で次は日焼け止め。はい、もう今から使うことないとは思うんですけど、はい、おばあちゃん家はね愛媛なのでね関係ないと思うけど、日が強そうなイメージなので持ってってました。カバンに入れてね、はい、持ち運んでました。はい、続いてはこれポーチ、ミニポーチなんですけど、中にはイヤホンが2、3個入ってます。はい、私はイヤホンは絶対に持っていく人なので。はい、とハンカチ、白いハンカチ、おばあちゃんに買ってもらったハンカチなんですけど、私はこんな汚く使いたかったくなかったんですけど、なんか兄弟みんなで私のハンカチ使ってたもんでこしゃこしゃになってます。はい、続いてはじゃん、これディオールの袋なんですけど、これの中に絆創膏とヘアブラシとダイソーじゃないな、セリアかなに売ってるウェットティッシュと、これめっちゃいいですよ、コンパクトだからちっちゃいカバンでも入るので、これ手鏡、はい、が入ってます。と携帯、音楽用、 YouTube 用と撮る用みたいな感じです。でこのディオールの中にリップが入ってます。メイクポーチ、フルメイクできるポーチはリュックの方に入れてたので、はい、メイク直しのパウダーとリップだけここに入れてました。はい、パウダーはシークレットビューティーパウダーで、リップはゼロベルベットティントの9番と13番と3番と、あとはイブサンローランのタトワージュクチュールの5番と、これなんて言うんだっけ、ブローポティティント07番のクールロージュアップって書いてます。これ、はい、これ私が紹介したやつですね。とこれ韓国の友達からもらったシースルーマットティントのヨンジボラって書いてます。はい、とこれはレブロンのマットバームです。これちょっとスースーするんですよ、だから荒れにくいリップです。50番です。でこれはロシアンレッドっていうマックのミニリップです。っていうのが新しいディオールのこの袋に入れてました。はい、ってことで以上です。ないです。はい、ってことで今日はカバンの中身紹介でした面白くなかったかもしれないけど、はい、
チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。